サマソニ2024ワウワウナンバーアンダーラインアイアギレラ熱狂ステージ完全網羅。あの感動をもう一度。ワウワウは、サマーソニック2024ハイライトを9月28日、土曜日午後7時から放送配信することを決定しました。夏といえば、海、花火、そして音楽フェスティバル。特に、サマーソニック、通称サマソニーは、日本の音楽ファンにとって、 毎年待ち遠しい大イベントの一つです。今年もその興奮をもう一度味わう機会がやってきました。ワウワウは、サマーソニック2024ハイライトを9月28日、土曜日午後7時から放送配信することを決定しました。フェスに参加できなかった方も、もう一度あの感動を味わいたい方も、これは見逃せないイベントです。サマソニーは、国内外の豪華なアーティストが一同に会し、 様々なジャンルの音楽が楽しめるフェスとして有名です。今年も世界的に人気のあるアーティストから今注目の新進気鋭のアーティストまで多彩なラインナップが登場しました。特にナンバーアンダーライン愛やアギレラといったアーティストたちのパフォーマンスは多くの観客を魅了しました。彼らのエネルギッシュなステージや会場全体を巻き込む一体感はまさにライブでしか味わえない感動でした。しかし、 今年のサマソニーに参加できなかった方や、もう一度その興奮を体感したい方には、このワウワウの放送がまさにぴったりです。放送では、当日のライブパフォーマンスのハイライトだけでなく、アーティストたちのインタビューも特別に収録されており、裏話や感想など普段は聞けない話が盛りだくさんです。今年のサマソニーでは、ナンバーアンダーライン愛が初日から観客を圧倒するパフォーマンスを披露し、その後のステージも観客を沸かせました。 彼らのステージングは、音楽だけでなく、視覚的な演出やダンスパフォーマンスも見どころとなり、一瞬たりとも目を離せない内容でした。また、アギレラのライブも、彼女のパワフルなボーカルとエモーショナルな表現力が光り、観客を感動の渦に巻き込みました。両アーティストのハイライトは、特に注目されている部分で、ワウワウの放送でもその圧倒的なステージの様子が伝わります。フェスの醍醐味といえば、 もちろん現地での生の体験ですが、家でゆっくりと楽しむのもまた別の魅力があります。特にワウワウの高品質な映像と音響は、まるでライブ会場にいるかのような臨場感をもたらします。フェスに参加できなかった理由は様々ですが、忙しい日々の中でこのようにリラックスして楽しめる選択肢があることは、音楽ファンにとって大きな魅力となっています。このような配信イベントは、単なるライブのおまけではなく、 音楽業界においいててますまますすす重要な役割を果たしています特にパンデミック以降、現地での参加が難しい中、配信ライブはファンとアーティストをつなぐ新たな方法となりました。これにより、より多くの人々がアクセスできるようになり、音楽が持つつながりの力を再確認させられます。また、配信ならではの視点やカメラワークが、現地では見られないアングルや演出を楽しむことができるのも大きなポイントです。 ワウワウが提供するこのようなハイライト放送は、まさに現代の音楽体験の進化系とも言えるでしょう。音楽フェスの魅力は、単に音楽を聴くことだけではなく、そこに集う人々との一体感や、共有された瞬間の記憶にあります。サマソニのような大規模なフェスは、異なるバックグラウンドを持つ人々が音楽を通じて繋がる場であり、その経験は人生の宝物となります。 配信という形でその瞬間を共有できることは、音楽の持つ無限の可能性を感じさせてくれます。今年もサマソには、忘れられない瞬間をたくさん作り出してくれました。そしてその感動を再び、また新たな形で楽しむことができるワウワウのハイライト放送は、音楽ファンにとって大きな楽しみとなることでしょう。ナンバーアンダーラインアイやアギレラなど注目のアーティストのステージをもう一度楽しめるこの機会、ぜひお見逃しなく。 音楽の力が私たちに与えるエネルギーを感じながら、特別なひとときを過ごしてみませんかサマソニーのような音楽フェスティバルは、単なるエンターテインメントを超えた価値を持っています。それは、音楽が持つ力、アーティストの情熱、そして観客とのつながりを象徴しています。フェスの会場では、誰もが肩を並べ、リズムに身を任せ、同じ瞬間を分かち合います。 そこには年齢も国籍も関係なく、ただ音楽が心をつなげているだけです。また、アーティストたちが全力でステージに立つ姿は、私たちに本気の力を教えてくれます。特に、今回の放送で取り上げられるナンバーアンダーラインアイやアギレラのパフォーマンスからは、彼らがどれだけの努力を重ね、この日のために準備してきたかが伝わってきます。彼らの姿は、 日々の中で何かに打ち込むことの大切さを思い出させてくれるのです。音楽はただ聴くだけのものではなく、自己表現の手段でもあります。サマソニーに登場するアーティストたちは、それぞれが独自のスタイルで自分の思いを表現しています。例えば、ナンバーアンダーライン愛のエレクトロニックなサウンドに乗せたメッセージや、アギレラのパワフルな歌声は、それぞれ異なる方法で観客の心に訴えかけます。 彼らの音楽を通じて、自分自身を見つめ直したり、新たなインスピレーションを得たりすることができるのです。音楽が持つこのような自己表現の力は、私たち一人一人にとっても大切なものです。普段の日常生活の中で言葉にできない感情や思いを、音楽は代わりに伝えてくれます。ワウワウの放送を通して、ただ楽しいだけでなく、こうした深い感情の交流を感じられるのも、 サマソニのの魅力の一つです現代の音楽体験はかつてないほど多様化しています。フェスティバルに足を運ぶというリアルな体験だけでなく、配信やオンラインイベントを通じて、世界中の音楽が手の届くところにあります。サマソニのようなイベントが、現地のライブと配信の両方を取り入れることで、音楽ファンにとっての選択肢はさらに広がっています。これにより、物理的な距離やスケジュールの制約を超えて、 より多くの人々が音楽の喜びを共有できるようになっています。特にワウワウの配信は、映像のクオリティや音響のリアリティが高く、ライブ会場さながらの没入感を自宅にいながらにして味わえます。これからの音楽体験は、こうした新しい形がますます主流となっていくでしょう。そして、その中心にあるのは、やはり音楽そのものの力です。毎年進化を続けるサマソには、 音楽業界のトレンドをリードし、新たなアーティストの登竜門でもあります。来年、再来年のサマソニーでは、どんなアーティストがステージを盛り上げ、どんな新たな感動が待っているのでしょうか。音楽の未来は、常に私たちの期待を超えて広がっていきます。ワウワウでのサマソニーハイライト放送を楽しむことは、そんな未来の一端を感じる素晴らしい機会です。音楽の進化を目の当たりにし、 その瞬間の一部となれることは、音楽ファンとしての喜びそのものです。これからも変わり続けるサマソニーとともに、新たな音楽体験を探求していきましょう。サマーソニック2024ハイライトは、ただの放送ではなく、音楽への愛を共有する場であり、過去の思い出を呼び起こし、未来への期待をつなぐものです。どこにいても音楽がそばにあり、心を豊かにしてくれる。それがサマソニの魅力であり、 わ Wow が届けるこの特別な時間の価値です。ぜひ、この機会に画面を通して音楽の感動を再び味わい、次のサマソニーへの期待を膨らませてください。あなたもその一部となり、新たな音楽の旅に出かけましょう。